次はですね、斎藤とよしやさんです、はい、果たして今日はどれだけ噛むのでしょうか、そこみたいなねはい、クールに登場していただきましょう。はい、行きましょう。よしやさんです。どうぞ。新劇ラジオ、新劇ラジオ、サブカルサタデーという番組がありまして、こちらの方で喋っておりますので、ぜひお願いいたします。もう一個、ラジオなんですね。こちらが、スーパーエイチェンです
中将にさすぎの光を浴びる。ごめんなさい、いきなりね、もうカミカミになっちゃったんですけどね、もう本当に。はい、では続いての曲いっちゃいたいと思います。Now, baby
ありがとうございました。いややっぱりね、あれだね、やっぱり僕ってね、いち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 感じるもんだね。いやもうなんだろう、あやべえ、緊張しすぎて頭が全然回んねえや。頑張ります。はい、ではね、言いたいことね、あんまり思いつかないもんだから、次の曲もうさっさと、まあさっさとつうか、はい、行きたいと思います。すいません、まあ正直今日でまあ1年経つんでね、まあはい、それでまあちょっと今までのなんだろういや、ありがとうございます。まあ今までの気持ちを込めるってそんな大層なもんでもないんですけど、まあちょっと選ばせていただきました。はい、この曲です。
だろうね。ごめんなさいね、なんかなんだろう、サビになるたびにね、なんかどん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 なんか出なくなっちゃったから、なんかね、ぶっちゃけ練習の時はなんか出ていたから、あ、今回まあいけるだろうみたいな感じで、すいません、めっちゃよっしゃー、ありがとう、めっちゃ油断しました、すいません。はい、まだまだ楽しい演者の方々とかまあ多いんで、はい、これからももう楽しんでいってくださいね。ありがとうございました。